どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。さあ This is a Wendy's カッコトロール。これはウェンディーのお客様、もしくはウェンディーはお客様のどっちかだと思うんだけど、この制作者さんねバグコースばっかり作るから、今日は久しぶりにバグトロールコースだと思いますよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.00%。 いや354回チャレンジしててまだ誰もクリアしてないっていうのがやばいよな。どんだけ難しいトロールコースなんだろうね。まあまあどんなに難しいトロールコースでも僕は絶対にクリアしてみせるさ。さあまず開幕何か襲ってくるっていうことはなさそうで、上はここバブルは出てこないね。ってことは右のクッパクラの方に行けってことか。いや絶対発火してくるだろあいつ。まあいや一旦行ってみようか。一旦行ってここ、開幕クッパクラ。てかさ、今更だけどマリオメーカー2のシステムについて一つだけ文句言っていい？このクッパクラにさコインが乗って襲ってくるってどういうこと？コインだよ、コインだよ。まあまあこれもマリオメーカー2の仕様ということで邪魔。そういや今日さ病院で血液検査があって、その検査結果に悪玉コレステロールが多いですって先生に言われたんだよね。先生、悪玉コレステロールって何ですかって聞いて、悪玉ってついてるからめちゃめちゃやべえじゃんって思うじゃん。だって悪玉だよ、悪玉、がんの一種かなと思ったら、ビオキングさんもう少し運動しましょうね、そしたらこのコレステロールが減りますから、みたいなこと言われちゃってさ。ちょっとこれが悪玉コレステロールか。いや運動官先生、そんなリア充みたいなこと僕できませんよって言いたい気持ちをグッとこらえて、はい運動します。これ右と左どっち行く？わざわざつららを設置してるってことは左で正解なんでねえの。ここでチビになって左に行く、これが正解だ。みんな見てて、今日は2分の1を当てれないねえ、なんていつもこうだ。いや普通に運動するだけってなかなか続かないと思うんですよ、きついしね。でゲームしながらできる運動、リングフィットアドベンチャーとかあると思うんだけど、僕はねこの大好きなマリオをしながら運動できないかと考えてみたわけですよ。そしてたどり着いた答えがこれだね。今からチビになって下に行くと思うんだけど、このチビになるまでの時間、この時間を有効活用したいと思います。さあ両手を下に上げて、リズムよく両手を上げて上げていこう。誰も見えねえって。僕ちゃんと今両手をさ下から上に上げて、あいあいってしばっかり見てたんかんだ。じゃあここはあいつを追っていかなきゃいけないんじゃない。いやこれは一旦左に行ってみようか。でこいつを取って、うわーかぶる、かぶってこの時さ、とけてクリア率が 0.0%。 クリア率が 0.00% の割に意外と簡単なんでねえの。じゃあここはすぐ右に行けばトゲベートがかぶれるっていうもんさ。いや左上の一マスのとこ、あそこちょっと調べておきたかったな。すぐ右、すぐ右、はあ。え、どこの土管に入ったの？下の土管に出てきたんじゃないの？青の土管あそこあるよな。どこだそこは。みんなやべえよ、近所のおっちゃんが目の前で草刈りしててさ、絶対僕の声聞かれちゃうって。大丈夫かな、僕の声聞かれないかな、通報されない。大丈夫さ、通報はまだされないみたいだ。この中間ポイント取らせてくれとか。やったぞおっちゃん、俺はよ、これは、いや待て、上に行くのが正解みたいな。いやそれはないよな、上との鍵扉があって床もあるもんだ。さあこっちの土管入っていきます。おっちゃん僕の声が聞こえるかい？このブンブンはなんだ、上のピンクコインを取ってみようか。っていうかここピンクコインコースなんだ、下にも中間ポイント見えるね。じゃあまずこのピンクコインを取らないでいいでしょ。そして中間ポイント取りの左の土管から行く。さあピンクコインの開始だね。ここはうめえ、まあいいですよ、通報されてもすいませんって謝ればいいだけだから。そもそもね一回も苦情とかあったことないからな、防音室あるわけじゃないけど。じゃあこのパワーブロックで花を倒してからの何か出てくると思ったら50コインか。え50コインにやられんの？そんな初めて見たかもしんない、面白い仕掛けじゃねえか。たまにはコインも敵になるってかい。じゃあパウを投げた瞬間すぐ左に行けっちゅうことだね。そして下には石親父がいるけど、こっちは見てないで。これスピンで取っていいかな。スピンで取っちゃったらさ左にある氷溶かしそうな気するんだけど、一旦行ってみようか。やめろー。であればですよ、ここは普通のジャンプで取れば問題ないということですね。さあドアに入っていきましょう。まあこれで終わりじゃないよな、やっぱりまだまだ続くよな。でこれは投げていいのかな。まあ一旦上行ってみようか。上は何もない。じゃあ投げてブロックを開けておいて上に行く、多分これでいいと思うんだよね。よし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 。でオンオフを変えました。ビャ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 。みんな聞こえる？この草刈りの音。ちょっと黙って BGM も消してみるわ。
めっちゃ飼ってるでしょ聞こえるかな。だから、あ、僕が飼られる。どんな感じなんだろうね。近所の人から僕が飼られるとかいう発狂が聞こえてきたら、僕だったら髪の毛を坊主にされてるかなとか思っちゃいますけど、さあここの最中コイン取っていいのかい。とっても特に何もならない。じゃあ下に行きます。で、右には鍵ドア、左には鍵、素直に取らせてくれるわけがないよな。ほらだっていうことは、右に行けば鍵が手に入る、そういうことだと思いますよ。鍵がないよ。もしかして上か。なんだそれは。ではまあ、この1枚目の宝は終わりだと思いますよ。ここの隠しブラックを叩いたら鍵が手に入る、そういうことだ。いらんで。そんなに罠をポンポン返してくる仕掛けなんていらないのよ。もうここで終わりなんだろ。そんなの分かってんのよ。さあさあ入らせてくれ。さあここで鍵ドアに入っていく。さあこれで1枚目のピンクコインかい。まだある。なになにこのモグーラ、モグーラちゃん襲ってくんのかな。いた、下、下はダメだ。どうしよう、こいつ踏めってこと。じゃあ踏んでみるよ。つらハメの存在忘れちゃったわ。この1枚のピンクコインコースめちゃめちゃ長くないか。右に行っても何もならない。じゃあこの辺で踏んでまたすぐジャンプしろってこと。あ、ここなんかあんじゃん、隠しブロックが。なるほどね。そして右に進めて、本当に左に、絶対左に戻ると思ったよ。よしこはいるのか。よしこ、よしこ、もう分かったさ。ここで隠しブロックを叩く。そしたらキノコが出てくるから、ガリガリに当たってすぐ左に戻れば問題ないのさ。さあよしこ行こうじゃないか。よしか、こっからどうやって進むんだ。よしか、上は、上はいけない。このガリガリ抜けていいのかな。すいません、悔しさのあまり変な発狂が出てしまいました。じゃあこのヨシコを取ってどうするかだよな。ヨッシーでどうやって、あ、この針に当たって右に抜けろってこと。いや、ヨッシーいける、一人でお使いできるか。ヨシコサクルだ。ナイス。さあヨシコ行きましょうか。今度は花子が邪魔してきたよ。花子、君とはもう終わった仲なんだ。先に進ませてくれ。ヨシコを手放せてか。じゃあ一回話してみようか。そしてこの先乗れないよ。花子邪魔すんだって。よしこ、花子ちょっとどうすりゃいいんだよこれ。いけねえじゃねえか。どうにかして、あ、しゃがんでいってみようか。こういう風に、え、いける、よし、乗って、頼むって。もう周り、これ絶対どうかしたらいけるんじゃないの。こあ、当たって、もうなんかヨッシーに当たってるってことはさ、これ乗ってるんじゃないの。ってことはここで右を進化してればいつか行けますみたいな。いや絶対そうだと思うんだけど、マジでこれ花子が邪魔すぎるんだよ。もう花子、お前怒るよ、そろそろ手出るぞ花子。となれば残された道は一つで、この花子をいない存在にすればいいのさ。邪魔でる花子、もう俺に近寄んだよ。ここは上の鍵取れそうにない。下は、なるほど、このオンオフをして鍵を取ってこいっていう感じかな。まあ普通に取らせてくれないと思うんだけど大丈夫。普通に取りに行くよ。もうか、あっ、おならぷおならぷーはマジで小学生以下だって。見てる年齢層意外と高いんだからさ、そこんとこもうちょっとちゃんとしようぜ。じゃあこのピンクコインじゃねえや、この鍵を取った瞬間すぐ下に逃げる。でこの鍵、ヨシコはどこだ。この仕掛けはうまいな。じゃあ鍵のところに行ったらヨシコがいなくなるんだよな。ってことは鍵を取ります。そして下に行った時に左を出発、これで問題ない。終わりだろ、本当に終わってくれ。終わり、中間ポイントがあるってことは終わりや。え、これあと3つもあるの、めちゃめちゃ長くないか。多分ね、他のところはフェイクとかだったらいいんだけど、まあ、僕はフェイクっていうところにかけて、これがフェイクだろ。分かってる、このドアだ、怪しいと思ったけど、一番右上のドアがフェイクだね。だからこの土管に入っていきます。今ドアって言わなかった、ここフェイクじゃない、ちゃんとしたやつ。これ取れる、取れる、いける。いやでも羽出てきたね。ってことはこれ羽取っちゃっていいんじゃない。あのフラワーはフェイクだ、そうだろ。まあまあでも他が短いかもしんないもんな。だからそんな気負わずやっていこうじゃないか。さあここの羽取れなくないか。なんかさっきと違うやんか。この場所で待っておけば問題だと思いますよ。そうすると無事に羽が手に入るっていうもんさ。でさっきはクルクルしながら降りてしまったけど、何君は、なんだいその顔。そんな顔したいのは僕の方なんだよ。くっさまたこの面倒
倒くせえやつじゃねえか。でも僕の魂のリズムを聞いてくれ。3、2、1。魂のリズムってなんだよ。どんどん日本語がおかしくなってるって。配信するたびにさ、これは羽、こいつは羽、これ全部羽なんじゃない。じゃあこれ当たって土管に入る。いや、ちょっと待てよ、これ当たってさ羽取り、いやここでどうせ進めなくなるか。じゃあ P スイッチを叩きの、この P スイッチを回収できるのか。なんだお前は、 P を踏んでいいのか。 P 踏んですぐ上に逃げる。うわ、どうするか。わかった、かか P スイッチを上に投げなきゃいけないの。絶対そうだよな。で、あのパワーブロックを発動しろっていうことだと思いますよ。さあマリオ、ここで上に投げるじゃん。いつからそんなに上に投げれなくなったんだって。ピャー、いやマジでみんな信じてほしい。ちゃんと上投げしたんだけど全然上に行かなかったんだよな。この上に行くと、あ、ここ地下ブロックがあんのね。で、この状態で上に投げれば大丈夫みたいな。ちくわの上から投げてみようか。あ、これでいいのか。パーピプってパー。ただ仕組みがよくわからねえ。地下ブロックがあることによって上に投げれなくなるとか、どういうことだい。さあパン様をキャッチしてここで投げていく。下は一応スピンで降りようか。どうするこれは。右ダッシュでいいの。いや右ダッシュはダメだ。どう考えても向こう側に行けない。ということはここはアイテムが出る。やっぱりな、そういうことだ。黙ったよ。さあここは下からも行けないよな。上からしか行けない。で、鉄球が出てくる。さあ行こう行こう。めちゃめちゃ久しぶりじゃないこの跳ね返ってくる系のワル。じゃあここで上に行ってなんくるなんさ。さあこのピンクインを取って僕が帰れるのかい。やめてよ。ここでガチブロック叩きのすぐ右に逃げる。そしたら上に行く。上に行ってくれるね。これで問題なく先に行けるっていうもんさ。さあこれで2枚目3枚目か2枚目か。もう自分の都合がいいように3枚目とか言おうとしてる。さあ残り2枚、どっちかがフェイクであってくれ。土管の方から行こうか。では最後にしよう。こっちは、うわ、ちゃんとしたやつじゃん。ちゃんとしたやつってなんだ。じゃあこのハテナは一気アップだから、こっちの P スイッチを叩けっていうことね。ただ僕は見逃さなかったよ。ブロックを叩いた瞬間左に行けばこの砲台がいなくなるっていうことかな。で、このブロックは鉄球で壊してくれる。この下は、この下ちゃんと床あるな。うわ、これアテナ叩く坂なんじゃねえの。バーカボーン。この砲台の上に乗る。それ以外ないね。そして土管に入っていけばいいんだ。土管に入れませんね。左上にブロックがあるじゃん、あそこに行けっていう感じかな。まあ、いや一旦ここで乗って、なんか P スイッチが変わったよね。この瞬間上に行ったら、あー、これで先進めれっていうことね。待て待て待て、こいつは敵を出してくる。だから下に避ける。どうだろう、そっちかーい。これは誰もが上に来るって思っちゃうって。じゃあ石味とかは、石味とかはいない。上には行けそうにない。この左上の土管怪しすぎる。絶対下が正解よ。だせよ。どうも、誰よりも2分の1外す天才ピアキングです。さあこれでもう終わりだろかい。やっぱ終わりじゃねえよな。一個一個長いのよ。それが4枚も5枚も取れとかきちい話なのよ。あのボム兵取っちゃっていい。取らないで一旦下に行ってみようか。特に何もならない。じゃあこのボム兵をどうするかと言われれば、左目のオンオフと、チョコレートください。もうすぐバレンタインデーなんでチョコレートください。いや実家にいた頃はね、お母さんがくれてたのよ。すごく優しい。でもさ、バレンタインデーにお母さんからチョコレートをもらうって、現役高校生にとっちゃさ、負けた気しか死なないよ。でもさ、そういうのって女性目線からしたらめちゃめちゃマザコンに見えるみたいだね。いやただもらってるだけなんだけど、男目線からしたら別に普通じゃん。あ、お母さんからもらったんだよ、悲しいやつだなお前みたいな感じでさ。でも女性目線からしたらマザコンって思って気まがられるみたいだよ。だからあんまりみんな言わない方がいいかもしんない。なんだってめ、この地球のマザーが。理不尽な話ですよ。もらえるもんもらって気まがられるなんてね。じゃあメンズの諸君、言ってやろうぜ。ホワイトデーに女の子がさ、お父さんから何かもらってたら、このファサコンギャーっつって。何何、女性たちを敵に回したいの。いや違うんだった。じゃあ僕今からめちゃめちゃキモいこと言って自分の評価を下げてしまうかもしれないけど、言っていいかな。まあ可愛い妹とかにお兄ちゃんって言われたいって思った時期はたくさんありましたね。いやない、そういう男の人多分いると思うんだよね。逆に女性の方だったらさ、うわこれ上行く、どっち行く、可愛い弟にお姉ちゃんって言われたいみたいな、そんなんあるよね。じゃあこっちで合ってんのかい。待て待て、これは、え、中間取れねえよ。え、戻った。いや全然意味が分かんねえんだけど、とりあえずこっち行ってみようか。ピンクは、ピンクコイン取れてんじゃん。今のところは
これで終わりっちゅうことか。さあ残すはこのドアだけだね。で左上のコインすごく気になってたんだけど、あれ取ってみていいかな。何か起きる、うん、起きないね。じゃあラストのピンク、いやちょっと待て、ピンクコイン1枚取ってないことになってない。ってことはさ、さっきの取れてなかったんだ。そっか、中間取ってなかったもんな。いやすげえ勘違いしちゃったな。多分ね、この土管があるじゃん、この土管から出たら右ダッシュすれば中間ポイントが取れるっちゅう感じなんでねえの、頼む。さあピンクコインゲット、今度こそドアに進もうか。残り1枚ってことはこのドアも普通にコースがあるんだろうな。いやあるね、もうやめてくれよ。僕はねだいぶ頑張ったんだよ。ここは置いていい、パワーブロック置いていいな。じゃあ僕は置いてみようか。置いて、うん、ここ全然ぬるくないか。ここも置いて、どっかに入る。ブヤー、どこ入ってんだよ。あそこは走ったからダメだったんだね。置いて歩いていこう。そうすればどっかに入れないよ。もうマリメやめろ。いやピンクコインコースしてたらさ、結構あるもんなのよ、何度も同じコースっていうか場所に入っちゃうみたいな。じゃあここは避けて右の方が壊れます。ここはどっちだ、左右、左に行ってみようか。このオープン踏んで何もしない。オープン何もあんないんだね。え、じゃあこれ行くの無理じゃね。あ、わかったよ、ここでパウを持っていけっていうことなんだね。はいはいはい。そしてここも置いてみようか。お、いや置いていいのかな。置いたら絶対パウが右下まで行くと思うから投げる。これが正解だろ。そげ、置いても本当に右下に行かないのかい。僕は信用するよ、パワーブロックちゃん。跳ね返ってくるっていうわけなのね。じゃあ置いてこのドアに進もうか。分かってんだ、もう一画面あるってな。ピンクコインはどこだよ。危ねえ、今動いてたら絶対やられちゃったよね。じゃあここはスピンしていきます。そしてこのメットをかぶる。ピンクコイン見えたな。かぶりのここ結構簡単じゃないかも。上行けないかも。行けないね。じゃあどうすればいいの。僕は、うん、バネ。なるほどね、これバネを、バネでどうしようもないよ。この下に置いて上に行ってみようか。上に行って全然進めてない。やった、これ無敵時間のまま行けっちゅうことだよね。いや行けるかな。とりあえずジャンプして上をしっぱしいの。早く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 。いやこれ無理だって。上に投げてみようか、バネを。そうするとどうなるか。このまま先に進めるとは思えねえんだよな。オフが変わったことによって右の砲台がいなくなるっていうこともないから。ここ上は、あー、いけんのね、ここ。なるほどなるほど。そしてここは叩いた瞬間、僕右に逃げるよ。あっばーい。このハテナを叩いても上のオフが切り替わらないっていうのは分かった。じゃあ何もしないでいいんでねえの。そして右上に行きます。この上は針だけか。じゃあオンオフをして右に行く必要があるということですね。上に行ってみたい気持ちもありますけど、僕は我慢しておくよ。これはなんだ、かいか、かい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 。こっからどうする、マリー。ワイヤーフラワーが出てくるのか、それともバブルが落としちゃったの。ゴールが近いっていうのは分かってんだ。早くバブルを出してくれ。バブルを出した瞬間、僕は左に逃げるんだ。これで OK だ。え、君はどこまで来るんだい。この上にちゃんといてくれるのかい。僕は下に一旦逃げようか。そして上に行ったところで右下に行く。 OK。 そしてこの壁どうしようか。持つ、壁を持つ。わざわざ自滅しやがったやつ。そんなまだ簡単に引っかかるから。そしてここからどうすればいいんだろうな。バブルはもう出さないから上にはいけない。え、これ戻るとこなくね。あの花ちゃんとこ隠しブロックがあるみたいな感じかな。わからんて。わかったよ、あの神の甲羅を持って上の花ちゃんを倒せっちゅうことなんじゃない。だからここで持った瞬間すぐ上に逃げる。でこのピンクコインを回収。ちゅうかさ、このコースあんまりバグ要素なさそうだね。結構普通っぽいコースなような気がする。じゃあこの亀の甲羅持っていけますの。で上投げしてこの亀の甲羅また回収する。でここは投げていいのかい。投げて跳ね返ってくるとかそんなんなんじゃねえの。でこれを踏んで右のオンオフをしてトゲベッドをかぶっていく。よし、まだ終わり。あ、これ終わりなんじゃない。さっきと場所一緒。さあこれで、あ、右ダッシュしなくちゃいけなかったね。ここ右ダッシュ右ダッシュ、そうしないと中間。はあ、どこに出てんだよマリア。さっきと話が違うじゃねえか。もうやめてよ、何度やれば気が済むんだい。出るとこさえ分かっちまえばもうこっちのもんよ。上に隠しブロックがある。そして中間ポイントさえ取れればいいんだ。見える鍵扉は何だろうな。あっちすげえ気になるんだけど。まあまあこれで全てのピンクコインが集まりましたよと。
え、これどうやって上に戻んの。また上まで戻ってこいってか。ふざけるな。さあ戻ってきたよ。ここの隠しブロックを叩いて上に行こうか。もうないよね。さあこれでゴールができるのかい。頼む、ゴールさせて。もう罠とかいらないから。来た、あの左のフラワー取る。そうして溶かしてゴールだ。それ以外いない。上の隠しブロックはなんだ。何もないのか。隠しブロックじゃない、ペラペラだ。いやどうしようこれ、もう嫌だ。普通に右手バブル出ない。上行くのすごい嫌なんだけど。上行くよ、僕上行って。あっあっあっ、大丈夫。あーなんで。これどうすればいいかだろ。ていうかさ、もう一回これ鍵もらえる。うせもういやだ。もう鍵さえくれればもう何でもいい。この後よ、大事なのは。この後鍵お願いします。もう仲介させないで。来たよほほほほほ。みんな、これでもうゴールできると思いますよ。見てて、こっからノーカットでいきますから。なんかオンオフ変わってないか。オンオフが変わってるってことは、罠も変わってるんじゃない。それがすごく心配なんだよね。まあいいや、一旦ここ右行ってみようか。やっぱり出ないよね。で、ここ叩いてバブルが出てきた。で、右にあったんだよな、ファイヤーが。そうだよな、それで、うわぁ。上等じゃねえか。こんなゴール前の罠めちゃめちゃ好きだよ。右行った瞬間左、右行った瞬間左で、左でこれでこれできるとか、頼む、ゴールさせて。すげえきちくなったけど、とても楽しかったですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、レジットインビサイブルブロックって呼ぶのかな。まあ説明文に書いてある通り、バグなし透明ブロックっていうことなんですよ。このわらびさんが作るコースってマジでレベルが高いから、本当にバグがなくて透明ブロックを作ってるんだろうね。いやどんなんなんだろう。それじゃあやっていこうか。クリア率は 40.9%。 クリア率は結構高めだから一発でゴールできるとは思うんだけど、バグなし透明ブロックでしょ。バグでブロックをすり抜けるみたいなことは見たことあるよね。ならまずはじめにこのドアに入っていけっていうことかい。こっから面白い仕掛けが待っているんでねえの。バグなし透明ブロックだもんな。そんなことあるわけねえじゃんって思うけど。はいどうもこんにちは。壊さないで。なんか今んとこ普通だよな。まあ僕のやつは言っていい、バグなし透明ブロックだから、ブロックを叩いてもブロックが出ないみたいな。これか。いや普通に出ちゃうよね。え、なんか全然意味わかんないんだけど。おいちょっと待て、おかしいぞこのとか。なんで半分で切れてるの。え、このとか、え、右に行けねえ。待って、マジで右に行けねえんだけど。ほら、もう僕ねずっと右を失敗してるんだけど、全然右に行けねえの。こういうこと。バグなし透明ブロックって、これどうやって上がらせんの。マジでわかんねえ。こっから右を失敗しても土管に入れない。いや本当に何もわかんねえんだよね。右行けない。ここはねバーがある。ちょっとどっか隙間とかあるんじゃないのこれ。あだだだだ。いやすげえこれ、どうやって作ってるんだろうね。見た目は完全にバグじゃん。土管が切れてるみたいな。で地面もおかしかったよね。これを見つけれたのマジですごいと思う。やっぱりこの人天才だわ。どうもご視聴ありがとうございました。